バイオハザードリベレーションズ、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、船の中を探索している続きからですね。いやー、すごいよな。そら、トレバーが作ったらこんな仕掛けになるんだろうなっていう感じだけど。よし。この辺は、特になんもないか。下をまだ見れてないんだよね。あっさりしか見てないから。これだ？ここは開く？浮き輪の装飾。この張り紙見ろよ。どのや？非常用通信室に残された張り紙。この先、非常用通信室。関係者以外立ち入り禁止。鍵入り用の方は、プロムナードのいつもの店まで。その下に殴り書きでメッセージが記載されている。参ったぜ。大変な事態だ。船内は化け物だらけ。何もかもおしまいだ。俺はプロムナードに逃げるぜ。あそこなら店も多いし、食い物には困らない。もし生きてる奴がこれを見たなら、いつでも来てくれ。いつもの店だ。俺は絶対生き残るぜ。あんたも生き残りたいなら、俺に従うことだな。通信兵長。プロムナードはホールのすぐ隣だ。行ってみよう。ホールのすぐ隣。フラグはやめてくれ。あそこの奥か。なんか、アイテム。とかないのかな。ここなんかすごい戦いそうなんだよな。怒りの装飾。怒りの鍵も全然ないんだよね、今ね。武器がちょっと潤沢になりつつあるんだけど。よし。違法パーツつけたいから、箱を、行く先にないかな。あんまり戻りたくないんだけど。ここがあれか。この先はプロムナードか。なんか聞こえた。なんか聞こえるな。これか？メーデーさん。言ってるね。こちらクイーンゼノビアって。ここがプロブラードみたいな。やば。外した。もっと撃ってくれ。なんでこっち向けんの？怖っ。よし。OK。僕も昔も化け物だらけだな。本当にな。この船にもう生存者はいないの。あそこなんか爆発させるやつがあるんだけど。あ、あるじゃん、箱。バースト。ファイアレート。バーストってなんだ？ダメージアップ。連射倍率。威力アップは、ショットガンにつけたいな。一度のトリガーで二発の弾を。それって、プラスか？減る量が早いだけなんでしょう、多分。連射速度が低いやつ、ショットガンにつけとくか、ファイアレート。怖えな。
ハスタムパーツ。ハスタムパーツ。浮き輪だ。怖え。そら話題になるわな。ファイアレート、こっちも上げとくか。いや、怖えな。先取れるもん取っとくか。あれでしょ？通信兵みたいな感じで書いてあったやつが、ああなってしまった？おそらくもう人じゃないでしょ？この感じ。グリーンハーブもう持てないのか？これ多分逃げながら戦った方がいいんだろうな。ショットガン。よし。オッケー。いや、なんかこの、早く片付けたいな。この爆発物がいっぱいあるってことは、そんだけ死なないんだよな、多分。ガスボンベ、火器厳禁。どうする？おお。回ってくるかな？回ってきてくれ。よし。まさかこの化け物が通信兵長。やばいやばいやばい。はい。よし。一旦離れよう。やばいやばい。ちょっと待って、早い早い早い、来んの早い、来んの早い、来んの早い。ちょっと待って、行った、行った。ちょっと待って、痛いな。もうやばい、もうちょふざけんな。よし。ちょっと、何悠長に。走ってきてんの、あいつ。やば。よし。オッケー、これで。よし。やば。痛い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 。ちょっと投げとこう。これで爆発物系が全部使い終わった。こいつは無限巻きかな。そんな気もするな。やばい。痛い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 。痛い。ちょっと。待って。ちょっと待って、多くない？
おい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 、痛い痛い痛い、よし、一旦上行くぞ。こいつはなんで来ないんだ。なんて抱きしめてって言ってる。無理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 、ちょっと待って、やばいやばいやばい、あべ、はい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 、ちょ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 、やばい、硬くない？いや硬すぎる。よし、あ、ここにもあんのか。よし、来た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 、はい、ん？倒した？いなくなったんだけど。くっそ、調べとけよかった。あいつなんか落としてなかったか。え、うん、浮世の鍵。これが非常用通信室の鍵。ああ、こんな化け物商店街とはおさらばだ。化け物商店街。通信兵長の日記。1日目、プロムナードを立てこもったの正解だ。名刺もあるし、生き抜きには困らない。時々、扉の向こうで奴らが動き回る音が聞こえるが、ここには入り込めないようだ。ざまみろ。他の連中が無事かどうかはわからない。だが俺は、何としても生き延びてる。くそ、化け物の侵入を許した。まさかダクトを通ってくるとは思わなかった。俺様の腕なら蜂の巣にしてやるくらい楽勝だ。真面目に訓練してた成果さ。お疲れ、俺様。それにしても、目が覚めてる時でよかったぜ。今後は、おちおち眠り込んでもいられないか。昨日みたいなことがあってのんきに寝てもいられない。神経が高ぶり、話し相手もいれば気が紛れるんだろうが、疲れた。具合が悪い。風邪をひくとまずいな。なるべく動かず体力の消耗を防ごう。頑張れ俺。高熱でダウンしてた。くたばってるとこ化け物に見つからなくてよかったぜ。まだ頭がぼーっとする。感染症か、バイキンが入ったのかも。首に大きなしこりができた。痛い。こういう時一人はきつい。寂しい。何日目、話し相手できた。嬉しい。ああ、かゆい馬だ。なかなかいけれず、ジョークのセンスもある。おもろい。笑う、笑う。でも、顔近すぎ。ずっとそばにいすぎ。向こうもそう言ってる。けど狭くて動けない。喧嘩した。あいつ食い物独り占め。横で肉食べてる。美味しそう。俺の顔の横、すぐ横。でも俺にくれない。うまそうな肉。あの子の頭、お肉美味しそう。助けて。俺の体横取りされた。俺じゃない。俺誰？ただとつけて、呼ばなきゃ。命令、命令、命令、肉肉食べ食べ。食べたいよう。うわ、来てるね。そうだよね、別にあいつがいなくなったところで。あ、やばい。よし。やっぱこういう焦ってる時全然撃てなくなるの本当にダメだな。オッケー、回収して、オッケー、外した。雑魚狩りにはこれちょうどいいんだけどな。いろいろ少なくなっちゃったな。
浮き輪の鍵がここで使えるのと、向こうも使えたよね。あそこは、ショートカットになってるだけっぽかったけど、なんか壊される音がしたけど使っとくか。ごめんね。よし、とりあえずこっち行ってみるか。浮き輪の鍵を使った。いつもの。あ、これ簡単そう。簡単か？こうだな。よし。ここは何もなし。行こう。甲板でいいのか。また置いてきちゃったよ。まあそのうち来るだろう。なんか結構いろいろあるけどね。ハンドガンの弾。この数は。これあれか？倒したようで、おめでとうの、あれかい？今からいっぱいいるぞの、あれじゃないよね。多分ね。大丈夫だよね。不安になるわ。ごめん、今度は乗ってくれ。お。違うな、間違えたな。反響だ。じゃあ、戦況か。よし。鍵って、どこにあったっけ？そうか、あっち行かないといけないのか。めんどくさ。めんどくさいね。一時閉めるんだもんな。なんかないかって思っちゃうよ。覗いた後のあれだな。あ、乗ってた。ごめんね。またあんま見てなかったわ。ん？ここじゃない。ここじゃない。ここじゃない。またちょっと迷ってる節はあるね。このカードリーダーもなー、気にはなってんだけどね。でもカードキーがいつ手に入るんだろうっていうのが一番だな。全然見た覚えがないんだもんね。よし。あいつがいるな。やっとくか？
やっとくか。弾いっぱいあるしね。よし。回復も欲しいしね。結構使っちゃったもんな、さっき。よし。これで、あそこにたどり着けば。はい。武器用の鍵を使った。レイモンド。なんで先にいんの？鍵は？我々は一足遅かったようだ。なんだ？見て。あのガスマスクだ。だが我が言葉が噛みちぎった裏切り者の所業を世に示す果実の実となるならば、それをお前に語り、共に涙を流そうではないか。お前は誰だ。どうやってこの島で降りてきた。だが我々の手によって世界はどうなるか。ここに積まれているウイルス兵器 T アビスは世界の海5分の1を汚染する。結構広いな。びっくりする人、よくこんな仕事やってんな。我らは復讐を誓う地獄よりの使者ベルトロ。赤い機体乗ってそうな声だ。この男が犯人。やっぱりベルトロの仕業。我が門にいらんとする汝一切の望みを捨てよ。望みを捨てよ。ダンテの言いようか。ファルコイネン木器空港にチームを送ってくれ。この船の手がかりがあるかもしれない。オブライン。ああ聞こえている。キースとクエントを現場に向かわせる。え？二人ともすぐに準備にかかれ。雪山に？雪山の方が迷惑だぜ。ベルトロの背後関係まで徹底的に洗ってくれ。なんでこんな二三人しか、二三人じゃねえ、二人しかよこさないんだよ。もうよく見えない。大体地中海って言っても案外広いし。諦めるな。星草の山から一本の針を探し出すよりはマシさ。それジョークよね。もしかして慰めてるつもりなの？ねえ、っていうか聞いてる？俺たちは必ず見つけ出す。ジル、約束だ。エピソード3エンド。はい、ということでじゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。